皆さんこんにちは、ニコラスたけしです。今回はちょっとした告知だけですね、はい。こちら見ての通りツイッターのアカウントを作りましたので、ぜひともフォローしちゃってください。このネットで5分で作ってペイントでこことここを加えた汚いプロフィール画像が目印ですね。YouTube の方とはちょっと違いますので少しだけ分かりづらいかもしれませんが、すいません、これ好きなんで。ここにリンクもありますので、ここからじゃんじゃん行けますんで、ますんでが多い気がしますんで。というわけで、こちらのアカウントでは、ここにあるようにアンケートをしたり、例えば見てて楽しいのはどっち、ステフ・カリー、カイリー・アービングとか、あとは動画の告知、出てますよとか、こういうの出しますよとか、こういうの作ってますみたいな、あと、質問コーナーとかもこっちでやろうかなと思ってます。で、その質問コーナーの内容つっても、まあ、俺の NBA での意見だったり、あとは俺について、身長何センチとか、180センチなんですけど、で、まあ、ここからはちょっと感謝なんですけど、この35,000、この 3.5 万、3万5000ってのは本当にもうちょっと、最近じゃんじゃん伸びてて、一昨日が2000で、急にぐんぐん伸びたから、すごい、なんていうんですかね、まだ実感が湧いてないんですけど、この、こっち見ると、こう、みんないっぱいコメントしてくれたり、クソおもろいですねとか、皆さん意見言ってくるのも全然楽しいし、そういう、なんていうんですかね、NBA について語れる人がいるのってのは、すごい楽しいですね、やっぱり。はい。これちょっとだけ文句なんですけど、クリエイターツール行けば分かるんですけど、例えば、著作権のとこ行くと、この微妙に、この46から1分24っていう、このディケベムトンボの、ディケベムトモのとこだけちょっと微妙に著作権引っかかってて、 NBA から一部の国でブロックされるのと収益化できない。だからこの中国と台湾では見れません。あと、まあ、それはぶっちゃけそんなに問題じゃないですけど、この収益化できませんっていうのがこの期待してたのでちょっと残念でしたが、まあ、それでもこれはもう完全に趣味なので、皆さんが見てくれるだけで僕としてはもうすごい嬉しいし、収益化しないからできないから投稿しないとかそういうのは絶対ないんで、安心して見ててください。あともう一つ告知なんですけど、この間、中古で NBA2K をすんごく安く買ってきたので、それプレイしながら、皆さんの質問に答えるとかそういうのも、まあ、やってみようかなとは思ってますね、はい。それでは皆さん See you next time.